さあ、で今日はどこに来たんでしょうね。これで分かるやろ。分かるな。そうでございます。今日は買ってからのね、お願い事だそうですんでね。飛鳥村のこれね、かかしを見に来ました。いやー、この水の音はよろしいですな。これが大綱やったかな。はい、大綱でございます。ちょっと道間違えましてね、上に上がろうしたらね、間違ってるで、下やで、ね、はい、じゃあ最初から番号振ってあるのかな。最初からやってみましょうかね。毎年ね、世相がね、反映されますからね。さーて、これ何番、これはどういうことだ。折り紙、はい、折り紙わかるけど、これはピラミッドみたいやけど、あ、1番ね、はいはい。あ、そういうことか、はい、1番、1番折り紙、これは何でしょう。54番、ちょっと待って、やこれは何を意味してんのかね。平穏、世界中の人が平穏になりますように。うん、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、でこっちが3番、ワールドカップですか、サッカーをしましょうということですか。はい、ありがとう。クレヨンしんちゃんかね。番号はわからないんやけど、番号わからないね。番号わからんねんけど、はい、あー、うまいとこ作ってくれてんね。はい、ありがとうございます。ジョロジョロ、なんでございましょう。ニョロニョロ物語。ああ、チンアナゴ事故ですか。はい、ありがとうございます。もう下のこれは何ですかね。これは卵事故ですか、じゃなくてみんながご飯を食べれますようにということかね。はい、ありがとうございます。おお、これなかなかええぞ。世界中は平和で あってほしいなって。あ、そうだよね。これ30番だからね。びっくりした。車が走ってきたからね、ちょっと今でびっくりしたんだけど。さあ、今回どれをナンバーワン決めようかね。これフジユ、この上の子は何やったの、俺よし分からんけど、なんかキャラクターみたいだけどね。うん、何とも言いませんな、これは。5番、必須。そんなわけで6番、はい、6番でございます。6番はトットちゃん。あれ、トットちゃんはどこ行ったの。おらんがね。あら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 、そしていなかった。はい、こっち行こう。これが7番、乾電池、いや乾電池の声やな。これどういうことだ、ちょっと考えさせるんだけどね。白鳥と農夫。おお、なるほどね、白鳥ね、反対向いてんのか。白鳥がね、反対向いてんだよね。かわいそうやね。これ反対向かんとやったらね、なかなかいいんやけどね。反対向いてますわ。稲穂がだいぶね、こうべたれてきましたけどね。今年は、ほんまに稲、あれ、田植えの時期を来たんだけど、6月やったかね、6月30日に。まだまだやったね。はい、ね、上がってみましょう。あの上まで、だいぶあんね、あそこ上までね。あ、これかけねえ。8番、8番、
平和干物、平和干物、うん、平和の干物ね。はい、わからんではないけど、はいはい、ありがとうございます。はい、9番でございます。はいはい、かわいく花を持ってらっしゃいますが、花もこれ作りはったかね。おお、綺麗に作ってくれてんね。うん、綺麗に花作ってくれてるわ。平和を祈る女が。はい、平和を祈る女の子。平和、平和。よくわからんねんけど、これどういうことだ。人と人が、人と人がつながる地球やけどね。はい、色が変わっとんねんけど、その色がわからへんねんけど、どういうことでございましょうかね。はい、はい、ありがとうございます。これはね、竹細工でございますね。小さなお地蔵様、11番。ああ、ちゃんと手を合わせてくれてるね。はい、ね。はい、ありがとうございます。12番でございます。これは何をモチーフしてくれたんかね。まあ、おそらく古墳でしょうけど。お、石舞台を、はい、わかりました。石舞台でございましたか。ゆっくり回してください。回るんかね、石舞台。はい、12番。石舞台が回るそうですね。回してみましょうかね。おお、重た。ちょっと重たいぞ、これ。おお、石舞台だ。石舞台古墳でございます。これ制作に 2,30 年かかったみたいだけど、石舞台はね。はい、石舞台古墳。じゃあ13番でございます。これはアニメがわからんからいかんの。なんだろう、13番。せせらぎ、ほっとしますね。ねえ、これはみーちゃんかね。これはあれかね、撮影するためにやってくれなんかね。あそこから棚田の稲藤の棚田、そういうことかね。しかし上が田んぼじゃないからな、稲穂が見られへんね、上ね。これは何のユニフォームだ。ワールドカップか、ジャパンか。あのボールがちょっとね、古いんやけどね。今あんなボール使ってないからね。ね、稲穂が綺麗に。もうちょっとかかりますかね。リハビリ通称リハビリセンターケアステージの耳なし。耳なし、耳なしってどこよ。耳なしさんのところっていうことかい。平和の祈り、平和の象徴、白い鳩。はい、17番でございます。平和の世界、パチャマが渡る平和の世界だそうです。18番。天使、天使の輪がね、おそらく上ちゃんとなってたらね、もっと綺麗なんだろうけどね。ね。平和の祈り。20番。筋トレは女性を救う。
これは誰をモチーフ、消毒大事ですか。はい、ありがとうございます。似てないような似てるような。はい、21番23番竹馬でございますけど、仲良し竹馬。これ何番でございますか。これ22番すみこぶらし、22番すみこぶらしさん。はい、ありがとうございます。58番筋トレは女性要素。先と一緒やね。おお、これうまいとこ、ね、ペットボトルを使って、毎年使ってくれてますよ。世界平和は交通安全かな。これいいね。はい、ありがとう。24番、仲良し。仲良しでございます。ジャンボ会場ですね、おじろうさん。すみません、どうぞ、すみません。どうもすみません。ジャンボ会場でございます。悲しいかな。ちょっとね、あれ、なんとかならんのかな、膨らみな。風でいかんかね。横をこう、イノシシかね。あ、イノシシじゃね。ジャンボカジ。3メーター、4メーターぐらい下からあるかな。大きいね。お地蔵様、はい、ありがとうございます。世界平和をね、願ってください。ありがとうございます。ウィズ、ウェアイゾーは。25番。はい、ありがとうございます。26番。これはちょっと意味がわからないんだけど、なんでございましょうか。子供たちが安心して暮らせますように。はい、53番カッパ神蔵。はい、53番、28番花持ってありますけど、夢のバレリーナ。はい、ありがとうございます。29番あら、すごいの、これ。気を張り付けてんのかな。タツノコ太郎。おー、よく回っとる。あー、すごいすごい。風がすごいからね。はい。あー、すごい。世界平和を願って、ね。国旗も飾ってました。国旗も飾ってくれてるけどね。さあ皆さん一緒に歌いましょうって世界平和にね願って。はい、やりましょう。おお、赤白の看板でございました。これ何なのよ。これ番号売ってないね。32番平和の象徴鳩か。まあこれはねえ、首は何だろうね、あの孫は。守る君、何もあんの？平和を守るってことかね。ちょっとね、風があんまりで31番。はい、ありがとうございます。鳩がいっぱいね。33番、一途な祈り。どう見ても安倍晋三さんやけどね。はい、ありがとうございます。はい、ね、ここで全然食べしてないんだわ。ここをやってんな。34番、世界平和。はい、これよかったね。35番、これ飛鳥ちゃんと眠り猫だそうです。
はい、ありがとうございます。あれ、これどういうことだ。36万これと穴、花がないね。花はここにあるか。これ対策を作りはんねんけど、ここね、すごいね。1,2,3,4,5,10体11体あるのかね。すごいね。37番なんて、アスカマルって書いてあるのかね。アスカマル37番アスカマル。この、どちらあんの対策なんかわからんね。もう文字が消えてるね。はい、対策わからんねんけど、なんだろう。オラが村からダイバーシティだそうです。39番あの水戸天皇にしてはちょっとどうだ。水戸天皇にしては、うん、はいはい、ありがとうございます。水戸天皇だそうです。すごいです。これ何羽おるのかな。1,2,3,4 いや、数えられくれんぐらいおるね。平和の羽ばたきで、デイサービスセンター、すごいね。これもほら、いいね。後ろの色にマッチした平和の羽ばたき。41番戦争なくそう。大和高ちゃん、高田氏のミクちゃんちゃうか、これ。あ、今書いたミクちゃんや。ほんまや。今、当てると言ったんやけど。そうやわ。はい。ミクちゃんでございました。誰が答えしちゃったん。ミクちゃんと一緒に願う平和。大和高田氏になってるわ。語らい教です。はいはい。はい、ありがとうございました。世界平和。平和のためにできること。43万。はい、ありがとうございます。今年は世界平和一色でございます。44番、昔のカービィさん、昔のカービィさん、はい、ありがとうございます。だいぶ苦心の跡がありますね。ね、はい、はい、うまく上手にできました。45番アンパンマン、はい、ありがとう。これはまた何だろう。46番、はい、ありがとうございます。46番、ああ、たった、46番、平和、羽ばたけ平和、46番、はい、羽ばたけ平和でございます、46番。はい、ありがとうございます。聖なる山の一つ、南淵山と読まれへんね。朝風です。はい、行きましょう。47番、忘れとるわね。これ木工細工みたいやね。木工じゃないんか、これ。なんだろう。祈りずりに願いを込めて、世界平和をね、願いを込めてね。48番。高田明日香村の未来を作る棚田のお地蔵さんですか。はい、ありがとうございます。はい、50番。おにぎりと山下清。おにぎりはどこだ。うん、おにぎりが見当たらんね。おにぎりはどこだ。あ、見当たらん。おにぎりと山下清。はい、ありがとうございます。世界一小さな合唱団、はい、ありがとうございます。人種もね、いっぱいでございます。誰も作ってくれたかね、これ。ね、はい、後ろがちょっとお腹に出るか。あ、ここ最後かね。カシロード、最後かな、ここが。ここは、51番。棚田の米作り。昔はこんなんやったんやけどね。今はちょっと雑穀、こんな雑穀しないけど。これわしの昭和の時代にね、こんな感じの機械があったんですよ。だから記憶残ってるんですよ。
よう覚えてますか、この中にね。足で振ってくるくる回してね。はい、そういうことでございます。あの花、何の花だな。綺麗やけど。ただね、残念なことで見てくださいこれ。ね、完全によくもう放置されてるんですよ、こう。ただね。全然やってないでしょ、下まで。あの下でね、この前、去年来た時はね、一番奥にね、平野の台を置いてあったのに、今年どうなんだろうね。大きな平野の台を。ありますか、台。記憶残ってるんですよ、去年来た時ね。この台でございます、去年ね。こんなガタガタにしちゃったかね。綺麗に置いてあったら記憶するのあるんだけど、綺麗に。ヒガンマなのね。これ、ヒガンマ白やね。珍しいんですけどね、白いヒガンマだね。で、向こうは黄色か。ヒガンマの黄色でございます。非常に珍しいんですけど、ほとんど赤でございますからね。ほとんど赤。白いのは。珍しいんですよ、これ白ね。おお、白白白。白白白白。これね、黄色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 。黄色黄色黄色。